マーライオン印刷したんですけど、よく見たらこれ口閉じとるから水が出てこい。はい、お疲れ様でございます。今回はね、ぜんざいをちょっとね、アレンジ、インスタントコーヒー、これをね、使うとちょっと美味しいっていう情報を入手しましたので、挑戦していきたいなというふうに思います。 3D プリンターの音がうるさいな。まず余った餅を準備します。そしてね、これなんですけど、レンジで簡単、電子レンジでいけるんですよ。蓋を開けずにこのままチンするタイプですね。ちょっと読んどきましょうか。600W1分10秒。袋の底を十分に広げ、封を切らずに必ず立てて電子レンジに置き、一袋ずつ加熱してください。加熱後は袋を立てたまま取り出してください。これ便利ですよね。それでは早速餅の方からね。これはどっから揚げるんですか。うわ、砂糖の切り餅と違うからめっちゃ揚げにくい。ここか、ここから揚げるか。ちょっと待ってください。失敗した。開けるの失敗した。この餅をちょっと2つ食べましょうか。これはね、電子レンジじゃなくてトースターの方で焼きます。これを2つ準備して、そしてね、少し切り込みを入れときましょうか。ちょっと十字に切り込みを入れましょう。硬っ。餅が硬いわ。これで電子レンジじゃない、トースターで4分ぐらいですかね。どうにしときます。210度ぐらいで4分ぐらい焼きましょうか。初めて食べるんですけどね、からなんか蒸気が出ていくみたいですかね。だからこう爆発せえへんようにできてるみたいです。それでは温めていきますか。600W1分10秒。煮込むのがポイントなんです。出汁の旨味が鶏肉本来の味をぐっと引き立てますよ。できた。加熱の延長ができますよ。ちょっとぬるいかな。まあこれでいきましょう。はい、これをちょっと一旦器に出しましょうか。すごい、なんかカレーみたいやな。袋のまま温められる。結構多い、思ってたより結構多いな。缶詰一緒ぐらい、 150g か。結構多いな。そしてここにこのコーヒーを溶かします。餅が焼けてた。こんなもんにしときましょうか。ここにスプーン1杯のコーヒーを入れます。大さじ1ぐらいですかね。そしてこれを溶かします。あったかいうちに。これでね、苦くて、甘くて苦い。ちょっと意味がわからん。あ、溶けてきた。これでちょっと形状を残したまま、このまま置いておきましょうか。そしてここに餅を投入していくと。はい、できました。インサートを取らせてください。ちょっと餅焦げました。そうです、これがコーヒーぜんざいですね。余った餅でコーヒーぜんざいができました。ちょっとインサートだけ撮らせてください。サイドにコーヒーもつけました。これサムネでいきましょうか。深夜のね、3時ぐらいなんですけどね、食べていきましょう。関係ない、明日会社やけど、もう関係ないですよ。あ、ちょっとコーヒー入れすぎたかな。あ、なんかビター。甘くない、あんまり甘くない。いや、甘いの苦手な人はね、このコーヒーぜんざいいいかもしれないですね。で、3軒でこんなん食べたらな、しかし、もう関係ない。関係ない。もう関係ない。はい、ゆっくり食べていきましょうか。
今回はコーヒーぜんざいの作り方を紹介しました。まだ餅が余ってる方いらっしゃいましたらね、一回ぐらいやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと待ってくれ、レール。